ならい僕ら軽く揺れながら夢見たテレビの中病の子供が泣いていた。だからじゃないがこうしていられること感謝をしなくちゃな。今日の日が終わる、また来週に会える。さよならは悲しい終わる。また必ず会える。さよならは悲しい響きだけど、僕が言えば愛の言葉。から風風を受けて、一人でバス停まで、空風の帰り。